あ、整いました。いきなりなんなんだよ。トータリーバトルシミュレータとかけまして、浅草と解きます。その心は？どちらも、戦争じてます。とやー。無理やりかなったけどな。今回プレイするゲームは、毎度おなじみトータリーバトルシミュレータです。このゲームは、自分でいろんな戦士を駆使した編成を用いて、コンピュータと疑似戦争をするゲームです。なぜか理系の教材だと、シミュレーターじゃなくてシミュレータなんだよな。うん、なのでうちの動画では伸ばし棒を極力使わない方針でやってます。宇宙一同でもいいこだわりだよな。ではでは、前回の続きから、早速実況していきましょう。さあ、今回はレベル8からですね。ああ、めっちゃゆっくりこの動画シリーズは進んでいくからな。なんか今回はあまりポイントをくれないみたいなので、チャリオッツ無双はできなそうですね。ああ、ここは大型武器に頼らず、緻密なタクティクスで攻めていかないとな。そうだね、じゃあ前方にシールド部隊を設置して、後ろにマスケット重視を配置していきましょう。結局毎回に多様な編成組んでるよな。まあ、初回は様子見ですよ。早速バトル開始。この差はひどすぎるわ。なんで相手大砲あんなたくさん持ってんの？これ編成云々より、がっつり自力の差見せつけられてるよな。自慢のシールド部隊が、一瞬で崩壊。そして、うちのマスケットたちも無残に大砲に葬り去られていくのです。ああ、なんということでしょう。これが出会い頭の悲劇というものですね。圧倒的な無理ゲーってやつはまさにこれのことだな。もう、私怒ったからね、おこですからね。このゲームの、今まで培ってきたノウハウを全面にぶつけてやりますからね。最強の作戦、いじめてくるやつには、ダブルチャリオッツだー。結局またチャリオッツに頼るんだな。相手の大砲は、威力が高いけど発射するまでに時間がかかる。チャリオッツの餌食ですよ。一撃で敵の大砲部隊4機も葬ってんだけど。やばい、さすがチャリオッツ。こんなにも強さを発揮してくれるなんて予想外でした。これが圧倒的盤面支配力です。チャリオッツは、強い。これはこの世界とジョジョの世界では常識ですね。確かにジョジョ3部では大活躍してたもんな。続いてレベル9です。ようやく、半分の地点が見えてきましたね。またチャリオッツに頼るのか？もちろんです。今回は、スーパーな編成で挑んでいきましょう。なんなんだよこれ。端的に言うと、騎馬隊ですね。もはやそう呼ぶしかないよな。さーて、風林火山作戦、どこまで成功するのかな？作戦名かっこよすぎんだろ。チャリオッツがやばい。あ、これはミスってしまった。まさか相手に罠部隊がいるなんて。罠というか、槍持った人たちなんだけどな。チャリオッツは、ものすごい槍に弱いんですよ。だって突撃してるだけだから、普通に刺さるもんな。この戦場はなんとか生き残れるのか。騎馬隊全滅しました。ぐぬぬ、残るは小規模のマスケット部隊のみ。そして敵の大型武器は未だ健在だな。槍を遠くに飛ばす、バリスタのような武器ですね。ちなみに、マスケットの射撃バリスタに届きません。それ結末もう見えてんじゃん。まあ、そうですね。バリスタの射撃が、当たりましたね。正面にチャリオッツを配置すると槍に刺さるので、チャリオッツはサイドに寄せてみるよ。そして、相手が遠距離武器を保有してるので、こっちも遠距離武器を投入していくよ。理想としては、大砲系で敵の雑魚を殲滅して、チャリオッツでバリスタを撃破する感じだな。そうだね、早速バトル開始。さあ、敵の槍はシールド部隊で受け止めていくよ。と思ったけどチャリオッツのスピード速すぎてシールド部隊抜かしちゃった。刺さるな、お願いだから刺さらないでおくれ。そこが勝敗の鍵だもんな。ってなんでチャリオッツ挟まってんだよ。でもでも、これはいいぞいいぞ。挟まっていたおかげで、敵の槍部隊が撃沈してる。ああ、敵の残るはバリスタのみだもんな。よし、いい感じの敵の攻撃でチャリオッツが再起動。うわふふ、チャリオッツのスピードにバリスタはついていけてないみたいだね。こんな機動力高かったら、無理もないけどな。そしてそして。勝利だというわけで、今回もトータリーバトルシミュレーターやっていきました。結局またチャリオッツゲーしてただけだけどな。まあいいってことよ。ではでは、まだチャンネル登録してない人は、登録よろしくです。また違う動画でお会いしましょう。しただけ。